はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の方壁の定理丸三をお送りします。で、方壁の定理これで3本目でここで終わりとなるんですが、最後に証明問題を1問やっていきます。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。では、証明なんでちょっとめんどくさいっていう感じもするかもしれないんですが、これ結構有名な問題で、この形、ややこしいですけど見た目は、ちょっと読んでいきますね。まず、2つの円がありますね。で、それが点 A で同じ直線に接してます。つまり、円が2つくっついてて、両方、まあ、共通のね、ここが接点になってると。両方とも接してる。A のところで。で、この直線上の A と異なる点 B、A じゃないとこの点 B、ここですね。を通る2本の直線を引くと。で、それが2円との2つの交点をそれぞれ CDEF と、交点ね、にしていると。で、その時に CDEF の4点が同一円周上、つまりこの CDEF を通る円ができるよっていう。これを証明していきます。まあ、タイトルにね、方壁入っちゃってるんで、まあ、バレるんですが、まあ、定期テストとか出てきた時は、この図が出てきたらね、あ、方壁のやつか、と思ってもらえるとありがたいです。で、すごくね、簡単なんです、実はこの、使うものが。方壁しか使わないんですけど、まず、方壁2回使います。で、これも純粋最初から方壁の定理よりと始めてしまっていいので、方壁の定理より。で、どっちから使っても構わないんですが、まあ、ちょっと左の円から行きましょう。この円とこの接線で考えてください。方壁の定理がちょっとね、不安な方は、二つ前の動画を見ていただけると、まあ、ポイントを押さえてるんですけど、ちょっと復習ね。円があります。で、一本が接線で、一本がこう交わってる、この状態の時に、アルファベット合わせた方がいいか。あの時と PABT って言いますかね。ここが外が P で、ここが A で B で、ここの接点が T とした時に成り立つのが、このね、交点の P が主役で PA かける PB イコール PT の2乗と。これが方壁の定理の一つなんだよね。で、それが使うことができます。左側の円、まあ、右も使うんですけど、どういうことかっていうと、今 A と B がこの C と D になります。交点なんで。で、T の部分が A になります。ここ接点なんで。これをこうちょっと曲げた感じでイメージしていただけるといいんですけど、だから同じように書いていくと、主役はここの B です。で、交わってるの B なんで、BC かける BD イコールBA の2乗が成り立ちます。これ左側の円ね。で、同じように右側の円もいけます。なぜなら、接線1個交わってる線。だから、B が主役で考えると、BE かける BF が BA の2乗が成り立つと。つまり、これもね、書いちゃって平気です。使ってるの方壁だからね。BE かける、ごめんね、BF。イコール BA の2乗が成り立つと。もう両サイドで方壁使っただけですね。で、この2つを書いたので、よってこれ右辺が BA の2乗で同じだから、こいつとこいつをイコールでつなげることができます。これも同じだからね。だから BC かける BD イコール BE かける BF、 これが成り立つんです。で、実は、これでも終わりなんです、証明。あと一言添えるだけ。何添えるかっていうと、方壁の定理の逆より、下入るかな？あるね、OK。4点、なんだっけ、CDF か。CD、EF は、同一
演習場にあると。はい、これで終明、終明じゃない、証明だね、終了となります。で、どういうことかっていうと、褒撃の定理って2つあって、まずこれが1つだよね。2つ前の動画でこれが下にありましたけど、で、もう1個の方がちょっと色変えましょうか。接線ではなくって円があります。で、今回は外側の方だから2本こういう風に線を引き、まあ中の場合もあるけどね、こうなってる。で、その時と合わせると、ここが P で ABCD こうなってる時、もう一個の方壁の定理は、まあこうね、交点、ここが主役になるから PA かける PB イコール PC かける PD が成り立つんだよね。で、これが方壁の定理なんですけど、今この時にこれが成り立つ、これが方壁の定理です。こっちの順番、これね、こうなるのが方壁の定理。でも逆もあって、じゃあこれが成り立つならこういう状態、つまり ABCD は同一円周上、 ABCD が一つの円の上にあるじゃないですか、もう成り立つのね。で、今考えるとこれが成り立ちました。左側全部 B で固まってます。つまりこの部分が全部 B なんです今。つまりここ B ね、 P、 あ、いいか、こうすればいいね、こうなってる。で、4箇所が ABCD だったのが CDBF になってるから、つまり書き直すと CDEF、 これも書き直そうか、 CD、 ちょっと汚くなる、ごめんね、 EF と、こういう状態なのね。つまりこれが成り立ってるってことは CDEF が同一円周上にあることで、こうやって終了になってる。だからやってることっていうのは、最初に方壁の定理を使って、2つ使って式を立てます。つなげてこれを持ってくる、持ってきたらほら方壁の定理の逆で終わってるでしょっていうだけの証明なんです。すごくシンプルけれど、まあ今までこう教えてきた中の体感として、知らなきゃ全然手が出ないです、この問題は。知ってれば手が出るんですけど、なので、まあ、こんな感じでやるんだっていうのを覚えてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 A の方壁の定理丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からですね、2つの円の位置関係、そして共通接線についてちょっとね、やっていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。